このルフィンゲンは、スイスのベルン州にある、基礎自治体。1148年に、チャーナルフィンとして、初めて文献に見える。ゲマインデとしては新しく、1933年に、ギーセンシュタインとスタルデンの合併で生まれた。総面積は12.79平方キロで、このうち8.48平方キロが、農地2.44平方キロが森林。 1.85平方キロが開拓地0.01平方キロが水移である。より詳しい内訳は、開拓地では住宅地が全体の8.4%、交通インフラが同3.8%、森林では原生林が全体の18.5%、農地では田畑が全体の24.6%、果樹園が同2.3%、 水域はすべて河川で占められる。標高650メートルに位置することからしばしばエメンタールの玄関口と称される。市街はコノルフィンゲンドルフとシュタルデンの中間にある。ゲマインデにはギーセンシュタイン、ヘロルフィンゲン、ヒュルンベルク、ウルセーレン、バレンビュール、ヘッチゲン,ンの各村落が含まれる。特定の村落に属しない世帯もいる。 総人口は4763人である。外国籍の人々の割合は2007年時点で7.5%であった。過去10年間における人口増加率は6.8%となっている。2000年の調査によると人口の92.9%がドイツ語を母語としており、これにイタリア語の1.3%、アルバニア語の1.0%が続いた。 直近の2007年の選挙で最も票を集めたのは国民党で投票総数の39.4%が流れた。以下、社会民主党、自由民主党、キリスト教社会党の順に続いた。2000年の世代別人口構成は19歳以下が23.4%、20歳から64歳までが59.8%、 64歳以上が16.7%であった。25歳から64歳までの住民のうち、高等教育を修了していたのは75.2%であった。失業率は1.13%。産業部門別では、第一次産業の73事業所に225人が、第二次産業の50事業所に803人が、 第三次産業の142事業所2299人が2005年の時点で雇用されている。ありがとうございます。